畠山重康は鎌倉時代初期の武将。父は畠山重忠、母は北条時政の娘、通称は六郎。兄に重秀がいるが、北条氏を母とする重康が着手の扱いを受けていたと思われる。広告知事は現在の横浜市と近く、グミザー町で源氏山と呼ばれる小山付近の小技で、 六郎丸にある、ジミア跡が重康の館であったという頃の区伝を収録している。元旧2年6月22日早朝、北条時政の5歳の娘婿である、平賀友常との確執から、無本を企てたという疑いをかけられ、由比ヶ浜に呼び出されたところを、自制の意を受けた、三浦義村によって打たれた。 重ゲが殺されたことを知らずに、鎌倉へ向かっていた父・重忠は、北条義時率いる重忠討伐軍に攻められて、内地にし、平ら畠山氏は滅亡した。重忠タダ丘陵と畠山の名跡は、重忠未亡人の北条時政の娘と、足利義金の所長し足利義順が婚姻して継承された。なお、義順が婚姻したのは、重忠と、 北条時政の娘との間に生まれた女性との移説もある。子に時まろがあったと伝え、目黒氏を称したという。ただし、目黒氏の正確な出自は、不祥で、重谷の子孫ではないとする説もある。また父と同じ名の重忠だという子がいたとも言われている、重谷の孫である重長は、同族の武蔵江戸氏の養子となり、七代目当主となった。 ゆい浜の畑山重げ屋敷跡に残る重げの、墓鎌倉市ゆい浜は二丁目前八十九番に、所在する名徳四年名宝教院員が重げの、母党と伝わる。また、横浜市金沢区鎌利屋南一の五の前輪寺の、境外墓地にある五輪党にも、重げがこの地に逃れて自陣したという伝承があり、伝畑山重げ墓として、 横浜市登録地域文化財に登録されている、畠山六郎重康工病書伝、畠山重康母、ありがとうございます。